はい、母の日に京都宇治総本家ジャパニーズティー辻利フローム宇治京都京茶クレープロール京茶ラスク。ほんとネム、ネムネムだよ。財布さんでですね、ネム買いました。私もう感謝の手紙届きました。でですね、今日現在ですね、2018年5月13日8時58分ですね。現在価格36円。大体まあ36円ですね。私ね、実は、ここらあたりでまあ、いつ買ったんかな？ 5 月連休中ですね、44円ぐらいで買い集めたんですよ。ちょっと上がってんな、嬉しいなって言ったら、まあこれ4時間足で今表示してますけど、ねげねげねげねんねんつって、もう、方向線割り込んでですね、落ちましたね。で、日足で見てみます。はい、日足。はい、25日線、ここ抜けたところでこう上がったんです。今度落ちました。はい、この20。で、ここ75日線なんですけど、方向線。やっぱりまだ下り坂ですよね。だからここをトレンド変換して上げるところの一旦の下げなのか、ずっと下げるのかってとこなんですが、もう塩漬け決定です。はい、44円ですから、私ここら辺で買ってんですよ。やっぱり頂点ぐらいで買ってんですよ、やっぱり。はい、騙されましたよ。はい、いつまでこれ下げるか分かりません。日足でこの25日線割るとですね、いつまで下がるか分かりません。で、この75日線ですね。はい、移動平均線。まあ、方向線ってやつですわ。これ、今ここで、もたもたしてますけど、こう、ズドーンと来たらもう、まあ、死ぬレベルですね。はい。悲惨です。塩漬け。私のネム、塩漬け決定です。で、ただ塩漬けしてても面白くないんで、なんか、ネムっていうのはですね、まあ逃げ口って言ったらおかしいんですけど、なんかハーベストっていう方法あるらしいんですよ。なんかまあ霞んだかどうなんか分かんないですけど、まあ、マイニングとも違うんですけど、なんか利子がつくっていうやつですかね。まあちょっとリスクも多少はあるみたいなんですけど、それちょっとどうせ塩漬けするならハーベストやってみようじゃないかっていうので。次回紹介したいと思います。今ちょっと今日も出かけなきゃいけないんで、今できないんですよ。なかなかですね、忙しいんです、実は。はい、仕事ではないんですけど、ネムのハーベスト次回やってみて紹介したいと思います。まあやり方ってやつですかね。そのハーベスト自体も、やってもなんかすぐにはその利息もらえないらしいんで。でもネムですからね、ネム全部盗まれる可能性もあるんですかね、よくわかんないですけど、ネム。擬人化ネム。で、なんか、擬人ネムって言いましたけど、なんか、ネムちゃん可愛いですよね。こんな擬人ネム。こんな仮想通貨で擬人ですからね、これ買いたくなりますよね、こんな見せられると。はい、私、騙された、これに騙された口です。はい、次回またお待ちください。